どうも皆様こんにちは、ファタリタでございます。動画投稿開始10周年を記念すべくフリーダムプラネットプレイパート17マジック始めていきたいと思います。マジックはね、あのビーズのアルバム、オリジナルアルバムの中でも一番好きなアルバムの一つなんで、頑張っていかなきゃいけない。いや、頑張る理由にはならないけど。そしてですね、昨日パート16、あ、今日あの2019年7月11日、セブンイレブンの日22時42分なんですけども、あの昨日収録、あのパート16の収録が終わった直後に僕あの、左腕をムカデに噛まれて、えらい目に遭いました、ね。てか、えらい目に遭って今も継続中ですからね。病院行ったけど全然腫れ引かなくても笑えないよね。あと6枚。で、実績的にはもうスピードランナーと、なんかこのよくわかんないダンスダンスと、これ違うわな、このステージじゃないわな。これもか、これもこのステージ、これもこのステージっぽいよな。なんかやる、なんかやること多くない？やるべきことあるでしょって拒む時もあると。噛んだからもうどうでもいいわ。フォーチュナイト、今日はこのステージだけで終わるかもしれないな。なんかあるよ、もうすでに1枚目。どこを通るべきかな。まあ、下でもいいだろうし、おい、上でもいいと。どこにあるんじゃろうな。探すハードルはなかなか高いような気がするね、このステージは。よいしょ。惜しい。誰かで通ったんだっけ？まあいいや。あんま細かいこと考えんとこ。
それはもう取ってるのかな。ステージの規模がでけえもんな、あからさまに。なんか偶然にも来れたけど、でもやっぱ1個は逃してる。今取ったのが35番だと。ほら、そういうとこあるじゃん。ちょっと34。やっぱ番号の順番は当てにならんな。で、あと取ってないの？6、9、10か。6はこのエリアにあってもおかしくないな。これ7だよな、多分。3なんかな。もういいよ、とりあえずちょっと。けど。すげえな。いやまあでもほんとこれね、一回取ると番号がでんくなることが一番難易度上げてるよ、正直言って。
かなり当てずっぽんになるな。あった、36、あと9と10。さすがにでもそれは後半ステージだろう。ほんま、なんで数字がでんくなるか教えてくれ。それはいかんでしょう。メロディーとダンスとなんかもろもろって言っとったよね。まあどっかにあるんだろう。さすがに9番と10番はもっともっと後半だと思うから、これなるほど、カッキャラあったりするんかな。もう待つだけでいいんだな。きらびやかになってる時に待つだけでいいと。メロディーに関しては後半セクションじゃないかな。なんか弾けって言うんだろう。僕はそんな音楽の才能はないよ。でもなんかね、ここだけじゃなかった記憶があるんだよな。鍵盤があるとこはね。39。40。
ここで行き切りか。ディスクフィーバーカードコレクター、カードコレクター取れたから、それはよそれでよし。よろやひろ、ザオシュよう笑う人や。これだよ。ちなみに早時は何分？ 8 分か。だ。いや、ダンスが見たいっていうのと、じゃあ実際そのメロディーでなんやねんっていうので、ちょっとミラで行くんだけど、
なるほどね。無敵取ってないときはここでやればいいと。結構難しそうだね。カードコレクターが割と簡単に出す。おお、簡単に取れてよかったよ。まあ、だがしかし、まだまだ課題は残る。秘密のメロディーってなんやねん。わしゃ気になるぞ。さっきどなたさんかが倒した後ですよね。まあでも、うん、やっぱピアノってあっこにしかない感じなんだよね。ニコニコそんなみんなして。曲目はなんや。MVP とか。これをピアノって呼ぶかどうかもまたあれじゃけど、お？
13453318って書いてある。何してるか分かります？ここをサムネにしようって思ってるんですよ。はい、134538ね。あ、違う、134538。どういう曲なんやこれ。134531。やばいな、音当て峠並みようわからん。さて、ここのスピードランナーをミラでやることは適切だろうか。すでにこの時点で9分ですよ。回復ないんだよ。まあライラックかキャロルかどっちかやろな。ここまでキャロルないしな。キャロルで頑張ってもいいかもしれない。Goodbye, Burma!
でやんのやめてくれませんかね。あと君攻撃力こっちより低いでしょ。じゃあスピードラインいきましょうかね。前回長かったし、今回はもう、ああスピードラインやったらいいぐらいの時間やろ。前回1時間20分弱だったもん。このステージならバイクがあるからね。それもまたこのステージでキャロルに値する理由です。普通にいいペースやな。うわすげえことになる。いやいや、これはだからこうだ。よいしょ。これバイクも忍者なんやろな。忍者に赤いのがあるか知らんけど、バイク詳しくないからさ。なんで浮いたかよくわからんけど、しかしもう一回こいつと戦うことになるんだよな。要はさっきのミラと一緒だろこれ。
踊る。そのロスは痛いね。これさっきのとこやな。それ正規かよ。道理でそんな位置にあるわけだな。よいしょ。よし、悪くないよ。あと2分あるよ、うん、バイクは乗ってくれ。よし、ナイスです。ええやないですか。今日は特にプライベートの話もすることなく終わったな。フォーチュナイトスピードランナー。まあ特に今日何もなかったじゃない。昨日みたいなクソ自体も特になかったし。あと3枚だけど、まあ次でいいやろ。というわけで、まあ今日はここまでや。あっさりとしたパートやったけど、まあ、次回は、ちょっと日が空いて、いつだろうな。14日か15日かどっちかの収録やな。うん。ちょっと明日は早く寝たい。明後日は帰るのが遅い。その次日曜日も帰るのが遅いっていう感じなんで。うん。まあ、そんな感じで、今回よろしくお願いします。
まあね、前回アクションからマジックになって、アルバムの長さと一緒で今回動画の長さも短くなったっていうことで一つ。で、次回パート18、カモンですか。はい。特に言うことはありません。はい。次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。See you!